片柳博氏は、日本の教育者、芸術家。はじめ美学園の創立者、同学園理事長。1985年4月29日、蘭寿法賞受賞。2017年、朝日賞受賞受賞学生時代を経て、東京芝浦電機に勤務していたが、学生教育を志して、依願退職し、1947年に絵画と洋裁を専門とする学校。 はじめ美学園を立ち上げた。はじめ美学園は日本工学院を経て大学や専門学校などを運営する片柳学園となり教育機関の経営者としての手腕と貢献が認められて1985年に乱受報賞を授与された。2008年に学者や研究者を奨励する目的で設立された片柳コンピュータ科学賞へ資金提供するなど現在も 理想の教育を目指して、教育環境の充実に努めている。戦争の経験者でもある。芸術に造形が深いことで著名で、運営する学園のキャンパスなどを自ら設計している。東京工科大学、片柳研究所完成記念式典では祝辞を述べた、石原慎太郎と親交がある。大東亜戦争では、大日本帝国陸軍の上等兵として、インパール作戦で、 特務機関兵として、現地人の服装で工作活動に従事した。戦後、我々生き残った者は戦死した人たちの犠牲のもとに、ある。生き残った者が復興に励み、戦前以上の日本国にまで発展させることは、亡き戦友たちに対する償いと思ってやってきたと、語っている。近年は2010年に全面回収を終えた日本工学院。 専門学校内の銅像の制作も行っている。ありがとうございます。